はい、皆さんこんにちは、スノーマンチャレンジ主催者の、モッキーの田中と言います。今日もよろしくお願いします。ではね、今日は早速、昨日というかね、この前作ったこのペットボトルシャワー、これを使った、雪だるま作り、これをやっていこうと思います。その前にですね、外に出る時の服装、どんな格好をしたらいいか、ちょっとポイント、アウトドアガイドやってるんでね、その辺寒くない服装をおすすめしたいと思います。まずはですね、防水のズボン、ね、スキーとかボードやる人はそういうズボンを持ってるといいと思います。でね、足元ブーツ、ね、長靴でもいいです。防水性のあるものをしてください。でスキーウェアとかには必ずね、かぶせるカバーがついてますので、ここにかぶせてしまうと中まで雪入らないので便利ですね。それから上着です。これもね、水で濡れないような防水性のあるものでいいと思います。どうしてもなければね、ビニール製の雨がっぱでも大丈夫です。とにかく服が濡れちゃうと寒いので、水を通さない素材のものにしてください。よいしょ。それからあとは手袋ね、それから帽子があれば完璧です。よいしょ。手袋もね、できれば5本指のものがあればいいんですけど、なければね、こう2つに分かれてるものでも大丈夫です。雪だるまはそれでもね、できます。でこれで服装完璧です。それからですね、まあ寒い時ね、遊んでたらどうしても寒くなっちゃうんで、途中で寒くなったらすぐ家に入ってきてください。我慢して外で遊ぶ必要ないですからね。寒くなったら家に入って、温まったらまた外に出る、ね、雪だるまはいっぺんに全部完成させなくても、ね、下の段作ったら一回お休みして、それから上の段作るっていうこともできますからね、順番にいきましょう。さあ、それではこれを使ってレッツスノーマン。行くよー。